今シーズン、どういうふうにやっていけばいいか、まあ、正直なところプレイヤーを続けるのか、そういった部分というところも最後考えさせられた試合だったと思いますし、まあ、それほど、昨シーズンは B1 に向けて、僕自身は全てをかけてやったつもりですので、最後それが成し遂げられなかったというのは僕自身でも整理をつけるのに、また前に一歩踏み出すのには相当今回は時間かかりました。まあ僕自身の中でこの2年間で大きなものを背負ってる、そういった責任みたいなものがありましたので、そこをまず自分の中ではないがしろにできないと、そういったところが一番大きな理由だったと思います。で、やはりその中にファンの人たち、またこのチームメイトのことを考えたときに、自分がどうすることが一番いいのか今回はたくさん考えて、まあその中での、自分が自然と導き出した答えだと思います。